殺していい。暇なやつは殺していい。つまり役者なんでしたっけ。探偵ぞ。探偵ぞ。探偵ぞ。ぐぐぐねねねねねね。大先生、おしぎに優しく遊びしようや。お前よけにやろ。白隠れつな。マイクラ強人違うわ兄弟やった巨人狼スタートいやうわリセットしてじゃリセットしようか消しておし依頼としてデジョンラットマスオメソンマスオメソンマスオメソンマスオマスオ筋肉はマスオプロテイン飲んでゴー筋肉はマッソーってあれじゃん。あの頭痛は痛いみたいなもん連打してるだけでは。せやで。ゴー、ゴー、マッソー。リングに稲妻。外した。え、何してるんですか。よし当たった。え、あの外周にいる牛殺しとった。はい、うわあ、貴族。外周にいる牛俺も狙おう。ビュン、エイミル当たれ。よし、エイミル当たれ。おお。トントンさん、それは牛ではありませんよ。あれ、シアさん、アンジャラフの足が発見されました。え、今日呼んでよ。あれよ、呼んでよ。クソリアルや、今のトンクソリアルやったよ。これで平井氏の上に乗って何をしていらっしゃるの、あなたは。いや、暇やなと思って。なるほど。あれ、判定ないんや。そういえば CO のお時間ですかね。つけた本人はないな。あーなるほど、ね、誰かが来たら食らう。もろもろかな人な気がする。カミングアウト。いやギリギリで攻めていたいから。あはいはい、いいすか CO。 え、そこつくやばいって。あえ CO、 CO いいすか。なんかあっさすごいやば。待って、ショッピがキラキラしてる。お前大先生が CO あるって何？CO したよ。CO 工藤優作。は？誰？では工藤優作どうぞ。待ってくれ、工藤優作は推理作家であって探偵ではない。つまり奴は偽物。ぶち殺せ。ぶち殺せ。え？じゃあ CO 服部平次。何やって？一緒に高校したんですよね。ヘイチ、ヘイちゃん。ヘイちゃん、カズハ、カズハ。これはもうええか、カズハのヘイジーによってお前あれやぞ、お前映画館がヘイシーに起動したやん。あ、そうなんだ。そうなんだよ。そのホーム、そのちゃうの。いや、あれガチらしい。あれ記事になったから多分ガチらしい。おもろ。なんで電源をつけとく必要があるんですか。でも、今俺ヘイジーって言っても起動せへんよ。ヘイちゃん。ちょっと iPhone 勢おらへんの。あんね、ほらやっぱカズハの声じゃないとあかんかもしれへんや。確かに。どんどんカズハして。トントンカズハ。トントンカズハ。大抵バイク2人で乗っとるイメージやねんな。ヘイジー、あんたまた何の事件に首突っ込んでんの。おお、すごい。もうちょっとなんか喋り方は似てる。似てるな。似てる。カズハ。じゃあこれあれ、ホタルの話。何やカズハ、誰やこれ。説法やね、これ。で、大先生探偵ってこといいの。あ、うん、探偵俺。探偵、新宿の母誰。え、予言なし。あ、やわ。お前かい。お前かい。ほんまに暇しとるやん。でも太鼓でんかったな。でんかったな。今でも全然乗っ取れたのに。確かに。何も気づいてなかったもんな。じゃあ間抜けな狂人がいるみてえだな。いるみてえだな。いや、わからん。もしかしたらコシタンタンとお兄ちゃんを狙ってるかもしれない。ダセレギュラーをコシタンタンと狙っているピヨシ若し2年。一応大勢誰がアグレッシブベ誰がピヨシやと思う。ちょっと予言するわ。誰がピヨシやおかしいやろ。ピヨシただの2年生狙ってるだけや。チーノ。はい、はい、チーノ。僕はピヨシ。チーノはピヨシではありません。ピヨシーちゃうわ。ピヨシーやな。まずい。え、まずい。え、え、ちえ、どうした。よくもやりやがったな。なんかおとなしくて、おとな、暇そうやな思って。暇そうですよね。暇やからって殺していいんですか。え、じゃちょっと押しただけやんか。ちょっと押しただけやんか。
いやでもレパローが勘違いしてるから。いや違う、レパロー殺していいやで。あ、殺していいんすか。いいで。ああ、ショッピーなんでその光ってんの。静電気溜まってるんですよ今。静電気溜まって体現体制やねんな。おっこいじゃん。あれやね、でもこれ技やったら3割で麻痺するから気をつけろよ。で狩猟したら多分あれは雷武器作れるぞ。え、あれじゃないの、最終ポイントがたまに光ってるあれじゃないの。そうだよ、キリンかもしれない。一発で取られる。あの、暇っすね。暇っすね。暇っすね。おい、聞いたか、暇らしいで。暇らしいですね、殺していい。暇なやつは殺していい、つまり何でしたっけ。探偵ぞ、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 探偵ぞ。大先生、おしぎに優しさ遊びしようや。白隠れつな、白隠れ。白隠れ。待ってよ待ってよ、ドム急すぎるやろ。急待ってよ、ドム左がすぎるよ。チロ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 、俺らもうこれで待って。暇やから殺していいってことか。え、あ、間違えた、暇って言ってやったっけ。違うわ。せやね、せやね、あのケツ遊びしようとした二人に、はん、俺はもう我慢できねえっつって、あの突っ込んでた、ゾムが。でもお前が暇やったら殺していいやで。俺をダブルチッチン。ペネトレートさせ。そのダブルチッチンが二つやった。やばいぞ。そして俺はハイエナの登ろう。とりあえずアイテムを漁るぜ。なんで残念だったら俺は超ハイエナの登ろう。なんでお前は肉でも食ってろ、この野郎。いや、うまっ。マジかぁ。いや、危ない。え、誰か狙われてる、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 狙われてる。危ねぇ。はやっ。今、なんかあの、普段より弾の速度が2倍に見えてた。なんだ今。なんかあいつ暇すぎておかしなってるじゃん、もう。俺今、体すり抜けたような感覚だったぞ。くらぁ。とんとん、死ぬ。ちょっと待って、やった、死んだ、死んだ、え、死んだ、やった、当たった、いや当たってねえ、全然死んでねえ、いやー死んじゃったよ。死んじゃったよ。そうか、今気づいたけどエミさんおるんか。はーい、エミさんおる、おる、おる、いるんかい。お前黒か。いいえ。あ、出てくるよこれ。いいえ。え、え、いやだってほんまに黒の時いつもやったら違う違う違うよ。そうか、相方がエミさんやから。ゾムが今、ゾムがガッチってる。あ、エミさんおったわ、あっち。ああ、よし、じゃあエミさん、エミさんから殺して。ああ、よし、じゃあエミさん、エミさんから殺して。え、ロボロだー。なれすす、あなたが巨人だったのですね。やった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 、巨人だったのですね。やった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 。ナイス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 。でも、でもこれさ、部が悪すぎひん。部悪いですね、部が悪い。これだってさ、これだってさ、ほぼほぼゾムエミで、まあとりあえずゾムはやるとして、そうですね、エイミールが白じゃなかったらかなり不利なんや。俺はゾムさんやるぜ。じゃあ早くやってこいよ。やってくれる、頑張ります。じゃあ僕ら休憩してますか。いいよ。いいや、いいよ。ちょっと相方のトントンのレバーをなんとかしてくれへんか。相方、相方、いや俺もな、やりたいのは山々やねんけどな、ゾムがやっぱ暴れすぎたわ。お前は人を殺しすぎた。戦い。どこや、トムさん。ほんまに探してんのか、こら、エミラ、こら。マジ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 。ほんまに探してんのか、こら、エミラ、こら。マジ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 。マジ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 。あ、豚肉が美味しい、こんなにも美味しい、お腹が残ってなかった。あと一人だけやな。あ、いや、なんもないよ、二人だけやな。ちょっと待って、兄弟とか、あの二人。あ、そうか。終わったわ。さあ、ゾムさん、おいで。どうして僕が行く必要があるんですか。そんなこと言えたら、あれやぞ、君が値上げるまで俺は引っ込むのやめへんぞ。い
やい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 や、あ、ちょっと待って、レパロ、あ、なるほど、これトントンが兄弟やったんか。そう、だからもうお一人だよってだからカモンって言ってんだよ。なるほどですね。もう勝負するか。いや、勝ったな。ふぅ、ちょっと凱旋しに行こう。凱旋、いや今日も、いやいい人狼やったな。ああちょっと待って、危ない。今日はいや、どこにおんねやろな。いやこういう役割多いな。エルさん、どこや。死ぬと思うんですよ。ちょっと今、どんな会話がやられてるか、ちょっと当ててこしようぜ。ああどういう。いや、もうゾブさん、もうどうせ近くにいるんでしょ。じゃあ、レバー君やって。確かに、近いしな。エミさんは、ここでエミさんがミラクル起こしたら、もう盛り上がるよ。ほんま、うん、でももうその2チャリ具合からして俺も補足されてへん。いや、しない。ほんま後ろに実は振り返ったら君がいるとかない。大丈夫。いや、そんな振り返ると君がいるみたいな、そんなストーカーみたいなことしませんよ。ごめん、うまいそんな、しませんよ。いや、笑ってるよね。いや、これは元からですよ。僕はそうニコニコするタイプの人間なんで。本当むずいやろ。よし、分かった。じゃあ次、ちょっとキャスティング対応してレバー指名してよ。おお。やっぱ人のこと一番見てそうな、やっぱショッピさんに。ゾムさんをお願いしてしまう。ゾムをやってね。エミさんは。エミさんはやっぱみんなできるんかなってイメージ。みんなできる。全員がやってもうたらな。あ、じゃあレパローエミールでやってみよう一回。あ、そうや。あ、確かに。レパミール。一番薄いね。一番薄いね。そうね。レパミールと。まあ、それは髪の話やめたり。ショピームね。ショピーム。ムーだけぞ。どこやろ。よかった。価格制限する。分かった。あ、いや、エミさんの提案に乗るわ、俺が。エリア制限とかあれば。この音聞いた。何の音？てかこの音聞こえないぐらいのところにいるってこと？じゃあ分かった。ね、ショッピ君のキラキラが見える俺は。オッケー、俺全然違う格好るわ。了解した。オッケー、分かった。俺がそっちの格にか、そっちの格だけで勝負しようぜ。了解した。よし、いいぜ。お前男だ。いや、でも、いや、エミさん、何、俺実は新予言。じゃあゲーム終わってないはず。終わってるはずや。え、だから潜伏がおるんちゃうか。いや、ないね。なんでない。あのドタバタ、あのドタバタで、しかも兄弟でひっそり死んでたあの二人の死ぬ気は、もうこれは確信したよ。俺はもう一人だって。俺はもうメインで、あの、俺はもう完全に溜め残された人間なんだって。ガチでこれも分からへんな。え、今打たれた気にした。打てない。ちょ、一本も打てない。お前に打てない。あ、くそ、残念だったな。てぃ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 。あ、やばい。よっしゃー、よっしゃー。あ、くそ、残念だったな。てぃ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 。あ、やばい。よっしゃー、よっしゃー。出た。あー、どうやって俺は何かしなきゃあかんねや。うわー、セッションが動きそう。あ、動きそう。セッションが生きてる。あ、てめえや、なめくしてる。やった、あんたが出た。あんたがなめくした。ナイス。出た、ナメプ。ナイス。うお、ナイス。お前、屈伸までしてたのに。何してんの、マジで。なんでナメプしてしまったよ、俺は。おい。
お前何回目やねんお前エビさん、村かい。お前、村かって嬉しいけど、アンチ的には大不服や、お前。いや、大事ですよ。大方の予想通りですね。やっぱ、あの、エミ体制マイナス20ありますよ、これ。いや、マイナス100やろ、もうこれ。みんなか、お前、ここでゾムの華麗な三連屈指。お前、前回もやっとんねん、エビさん、ナイス。あーもうエミール以外消してから2チャリすぎやろな俺歯吐いちゃったこっちお前墓場でも盛り上がっとったのに急に終わりやがってお前よほんまにはいすいませんマスキーのローでおもろい選手やったよかった白隠れつな白隠れで待ってよ白核死んでてくせ俺たちが撃つまでもなかったようだね大先生白核言っててくせやだ腹のセッションやこれは一体誰が黒だって言うんだゾムにやられた今俺はゾムさんかな大先生デパかと思っとったけどゾムさんこれエミさんのいるとこもあロボロが暴れ始めたなんやてロボロあナイスナイスナイスあ、ナイスではない、死んだよ。あー、強靭仕事できなかったー。あー、でもロボロ死んだ。おー、レパナイス。よし、お前強靭系。いや、俺強靭仕事できんかった、エミさんに。え、お前強靭。いや、そう、そっち。ややこしいわー。いや、エミさんに誘導してからトントンやりを行こうと思ったら死んだ、うん、いやー、もうあの時点でエミさんやと思って確信したわ、俺。何があった？強靭が？いやそう、エミさんがなんか、いや僕違いますよっていう言い方であの狂人じゃないって否定したから、あこいつ嘘下手やなと思ったら嘘やったんやな。いやあ、じゃあ嘘じゃほんまやったんやな。うん。マジか。まあゾムやし、なんとかなるやろ。ゾムロボやったんやね。ゾムロボやったんや。え、大先生やったのゾムさんやったんそんじゃ。多分ゾムやと思うな。ゾムやと思うな。ああ。ゾムやな、あれは。はいはいはい、うん、一発も打ってないもん俺。あ、ゾムが先手切ったと思って。レパトンが兄弟これかな。だね、多分レパトンだろうな。うわー、エミさん裏隠れてチョンリマのノーノー兄弟の可能性も。あ、でもあれか、トンレパがあんなに一緒におるから。そうそう。あ、ゾムがどんどん縛れた。誰か爆発するこれ。どこだ、レパ、レパだろ。3、2、1、ドーン。ドーン、ドドンドン、キャー。あー、いったー。やはりレパロンか。やっぱレパロン。お、これはゾムエミア。ゾムエミア。ゾムエミア。ナメップさえせんかったら勝つ組み合わせ。いや、待て待て待て、エイミール。エイミールは舐めて死ぬ。エイミールを舐めて死ぬはゾムの特権や。そうやねんな。対エイミール体制マイナス8万ぐらいあるからな。20か。いや、もう今、エイミールは今準備しとる。スラッシュキル。ゾム。あ、ゾムが停電持って言うよ。ゾムこれでも停電最強武士やん。強いからな。え、しかも透明持ってるやん。あ、僕の死体から出てますね、それ。おわやん。いや、もう多分ね、またナメップして死ぬと思うんですけど、ね、ちょっと今、どんな会話がやられてるか、ちょっと当ててこしようぜ。あー、どういう。いや、もうゾムさんが、もうどうせ近くにいるんでしょ。じゃあレバゾムやって。確かに、ほら、エミさんは、エミさんは。エミラもそのままトントンがやるから。はいはいはい。いや、もうほんまゾムさん、どうせもう僕のこと狙ってるんでしょ、ほんと。いや、もう早出てこい、エミル。ふふふふ、雑。似てなさすぎるやろ、いくらなんで。でも、頑張りは感じられた。お前、ちょっといや、これは大切、きついって。きついって。むずいやろ。よし、わかった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 。じゃあ次、ちょっとキャスティング対応して、レバー指名してよ。おお。やっぱ人のこと一番見てそうね、やっぱショッピさんに。ゾムさんをお願いしてる。ゾムをやってるね。エミさんはエミさんはやっぱみんなできるんかなってイメージ。みんなできるんだ。みんなできるんだ。全員がやってもうたらな。あれ、レパローエミールでやってみよう、一回。ああ、そうや。ああ、そうや。レパミール。一番薄いね。一番薄いね。レパミールと、それは髪の話やめたり。ショピムね。ショピム。ショピム。ムーだけゾム。ショム。ショム早い。ああ、でも、そうやでな。多分引っ張るのはだって、ショピムやと思うから。確かにそっちですね。おいおい、エミさん、ビビってんのか、出てこいよ。ああ、言ってそう、言ってそう。
いや、探してるからちょっと待ってよ。おー、ぽい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 。いや、エミさん全然見つからへんな。お前イモってんちゃうんか。そんなイモってるわけないやんか。ちょっと待って、あー、この見かけない感じは確かにぽいな。レパ、レパ、レパ、ちょっとオカマになってないか。やんでこれ、あれか、全体チャットで展開が面白いからもうちょっと引き伸ばしてって言うの。やめてやめて。いやこれ多分な、勝手に引き伸ばされると思うで、相当出会わんこれ。うん、相当出会わん。ゾゾさん、ね、反対に聞こえたんだこれ。あ、ふさぐんか、エミール、これ。え、おぉ、え、そんな削れんの。やばい、なんかでかなかった。遠投出したぞ。俺はここだ。レバー、どう、あの企画自信ある、今後出ろ言われたら。心合わせですか。そう、あります。おー、よう言うた。おー、あ、よし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 。いや、やっぱ理解力、いやでもみんななんかすごい理解力高いなと思います、あれ見てて。それは理解力、何の理解力や。いや、ちょっと、ちょっとデモ、デモやる、デモ。デモ、ああ、確かに。デモ、デモ、デモ。確かに。腕を試そう。ちょっと、ちょっと、試させてもらう。チャットでもいいから、ちょっと一旦やってみる。ちょっと一旦やってみるか。チャットでいいか、もう口頭ベースいったら、口頭でいこう、口頭でいこう。真っ先に墓場に来て20分が経過したとき、エーミールが言ってそうなこととは。真っ先に墓場に来て、なんて20分が経過した頃、エイミールが言ってそうなこととは。墓場に20分が1人やったエイミール。はいはい。あ、じゃあ冒頭のいろんなことは言った後に20分間まだ1人やなの時のやつですね。そう。むずー。ちょっと待って。むずセッションが動きそう。あ、動きそう。セッションが動きそう。ああ、生きてる。あ、あ、てめえや。なめくしてる。やったー。あった、あったの出た。あった、レプしたナイスバカタレ出たナメプナイスナイス、お前クッシーまでしてたのに。何おい、おい、何でナメプしてしまったよ俺は。おい、お前何回目やねんお前。あ、お題じゃあせっかくやし、じゃあレパロー君、これに対する回答をもらっていいかい。そうね、お題の回答をじゃあいただけるかな。本人が今判定してもらえるから、うん、はい、口頭でいいよ、口頭で。まあ僕が弱いから仕方ないね。あー、レパロー君、それは、それはね、自虐的なエミさんパターンね。なるほど、ね、出えへんよな、レパロー君。まあまあ、いや、言いそうでは。それは、やっぱ来て5分や。あ、そうだ、来て5分、うん、5分以内には言いそう、うん、そうそう、でも20分以内になってくると変わってくる。20分にすると、うん、じゃあちょっと、まあ、まあ本家はまだちょっと黙っといてもらおうか。あ、まだね。あ、まだない。まだないや、はいはいはい。じゃあ免許回転ロボロ。あ、いいですよ。20分やんな。20分が経過してんね。いや、多分やけど20分も経過したら多分これやと思うな、うん、舌打ち。それまでずっと舌打ちしてんのじゃん。やばいな、メトロの終わりや。いや、多分やけど20分ぐらい経って早終わりの舌打ちが来るってこと。あ、そう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 、イライラしてくんね。早来いやっていう。まあ、では、エーミル学会の権威ショピさん。おう、確かに権威。20分でしょ。すごい、時間も考慮ない、やっぱな。私が殺されてもう20分だったんですよ。なかなか2人目来ませんね。ジローさん何やってるんでしょうね。あ、10分やな。あれか、丁寧に言葉を選びつつも不満をちゃんとあらわにするエミール。これやったらまだ死なんでよかったよ。あっ、あー、それはね、言ってそうではあるな。いや、僕の死に何か意味があったんかな。言わなさそう。言わなさそう。言ったこと一回もない。今全然ピンとこなかったもん。やっぱちゃうか。いや、あと、あ、じゃあ、僕、俺エミさんが20分経って人狼に興味があるとは思えないんで。ご飯炊いてこようかな。あ、でもな、今日パスタの気分なんですよね。ああ。結構しゃべってる。そうや。めっちゃ不安でたぞ今。いやいやいや。感想編で結構ね、お食事の話やっぱエミさんも多いですから。する、する。なるほどね。する。これはかなり高い。これは高い。あ、そうなんや。エミさんポイント高い時のうなり声やった今。オングル、あーってのそう、比較してたんじゃないんやね。違う違う違う、いけるんかなと思って。確かにちょっと高校で昼んだ日、あれはあるの。では、屈伸3回のゾムさん。さん、いや、20分でしょ。チーノ君で見てみるか。
と唐突にね、唐突に。そうそうそう、今まで話なくなってるからもう展開をね求めて。これ優勝やろ。どう、難しいな。いや高いわ解像度。あ、いいや、なくはない。俺が真実を告げてやろう。トントンがいた。20分経って誰もしないへん。来へん、かかりそうやな。もう一人ぐらい育成できるか。いや、これやもうやめろやめろやめろ。一人一人やろ。馬娘やってるよ。馬娘は確かに。うん、うまいな。セッションの話するか。これあの今多分後ろにアツボリの話しようかが多分うっすら出てる。あー、濃いめと思うよ多分。なあ、出てる出てる。いやでもゾウムダ強かったわ。そうやな、人狼の勝ちってことか。いや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 、まあ負けたんやけどね俺らは。もう怒涛の2キルはやりすぎやでお前。もやっちゃうのよ。いや、なんか、まあ、相方がロボロで、ええ、なんかもう、まさに思ったのが、ロボロかわいそうやなと思った。何が何が哀れみ。ああ、何や、連続で人狼当たってるからってこと。人狼ずっと引いてるから、はいはいはい、これはなんか、俺が先に動いて、ちょっとフリーに動かしてあげた方がええなと思った。ああ、これだね。それで、探偵と予言をやって、うん、はい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 。で、まあ、だからまあ、真っ先にやりたかったっていう。ただ、まあ、そこからは、強靭になれないやろな。うん、うん、危うくチーノ殺そうになったしな、こっち。そうっすね、体すり抜けてきました。あれ、チーノ強靭やん、そこから。チーノ強靭やん。僕強靭です。チーノ強靭やん。でもあの真っ先にエミさんがゾム殺してショッピングがグッズ喜んでたんで、あれ俺強靭じゃなかったっけってなりました。ちょっと脳にあのバグが発生してたあれってなってんねんな。いや正直エミさんがなんかあれやってんな、強靭やろと思っててんな俺。あー、なんかまあせやろな。わかるわかるわかる。って言うから、あ、もうこいつ強靭やんと思って。いや俺も正直エミさんめっちゃ黒がやと思ってた。俺もはチーノやからさ、普段俺の正直こいつほんまややこしいなと思って。レパローと俺とエミさん残ってる時に、あー俺ら二人でわやわもう無理かってなったもん。あーなるほどね、兄弟やし。そう、兄弟殺されたらもう、あー、10秒ではケリーはつけられんかってなったもん、うん、君ら顔似てへんね、ほんまに兄弟か。うっ、いやしょうがないな、俺の真実の顔を暴く時が来たよやな。おお、似てんの、さては似てねー。ババ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 バ。似てねー。あれ、お前レパローに対して目がつぶらすぎるやろお前。ていうかお父さんにはね、うん、顔ぶっさわし。買ったと思ってんけどな。いや俺らも思ってたよ。思ってはおったな。いや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 、正直俺はもう8割方なめくして死ぬと思ってましたよ。いやもう、まあそんなことなかった。最初1対1の状況になって、はい、また真剣にやる。いや、いや、そんなことしたらあれやな、常に真剣にやってたんだけど。いや待ってくれ、お前が俺の時代から停電をパサってゲットしてからお前はもう終わったと思ったよ俺は。おー、勝ち確やなと思って、もうそこからハッピーなと思った。もう停電スイッチ握った瞬間に、あ、あいつ負けたわってなった。またなんかエビさん殺せなかったからもうトリップしたもんな俺。いやーよかった、逆襲成功して。上から飛び降りるハンドが入られて殺す。